おいおい、萌え髪もう一回。あ、でも変わらないな、これ。くそー、進めばよかったか。同じじゃないか。まあ高く売れるだろうけど。終わる？終わんない、まだいけるか。あー、下がる感じ、下がる感じ。なんだこりゃ。ちょっと待って。熱狂の赤い、おーし、まだ萌え髪エリアか。なんかあったな今。ちょっと熱狂の赤い日が終わったら戻ってみる。お、なんだこいつら。あ、つつの死なんだ、つつの死なんだ、来た。あ、そうですか、ここですか、つつの死なん。え、これ大槌になれるようになった。うわ、また悩みそうだな、職業。そうか、まあグレンの祠かどっちかだろうなとは思ってたけどね。踊り屋はどうだろうか。グレンの祠かな。ボーガ流水道結構進んだけど、指南書持ちいなかったけど、さらに奥にいるのかもしれないけどね。いいや、流しましょうか。あ、名前見るか。ねんねこふえ。かわいい。かわいかった。ワルの巣窟かと思いきや、あ、でもなんか眠らせてくんのかね。弱そうだな、ヤバ吉とかさやかちゃん。すぐ寝るからな。とりあえず流しましょう。おーし、ねんねこ笛結構強いな。おー、来たよ、つつの死なん。いきなり。終わっちゃう？あ、終わっちゃったね。ちょっと一個前に戻りたい。なんかあったな。これ、全く無視したけど。これ、デベソだったりする？あ、押せない、押せないんだ。これ、なんの像だ？歓喜の前みたい。おー、ここにもある。ここにもあるな。どれかデベソのやつがあったりするのかな。これ、あ、どういうことだい。ああ、鉄熊だ。あ、こいつの像じゃないの、そこにあるの。この雑魚敵の像じゃない。コーデン盗みっていうの、こいつ。ワルだね。ワルの巣窟だな、このチンコンボは。光電盗むんだな、そんな強そうなのにな。許せ、許せないな。骨の方、あ、骨武者、普通だね。そんなに悪くないね、骨武者はね。いやー、光電は盗むわ、棺はかじるわ、屋台は崩すわ。恐ろしい奴らがいるな、ここには。ケゴンで流そうか。これは？これ、光電盗みの像。光電盗みが盗んだ光電で自分の自らの像を作ったのかな？悪いな。お、いいね。じゃあ、ここは、ちょっともう進んでいこう。鉄熊はいいや。なんかあれだよね。ギミックが、ありそうなんだけど、ないよね。あの像とか意味ありそうなんだけど、意味ありげな像なんだけどな。わからん。で、結構マップが、あ、これいけないんだ。複雑だな。複雑回帰だな。こうなってんね。こりゃ迷うな。ちょっともう今どの辺にいるのかわかんないや。どうしよう。基本まっすぐ進んじゃうで、良いのかな。まだまだ萌え髪か。萌え髪エリアが続くね。完全にもうなんか萌え髪は飛空対象に駆逐されたものだと思うんですよ。外来種の進出によって絶滅したかと思うんですよ。頑張れ、国産種。こいつは青舌。青舌はなんかそんなに悪くはなさそうだね。ブルーハワイを食べたんだろうな、きっとな。戦ってみるかい。倒せる。進んでいく。敵があんまり強くないからホイホイ進めちゃいそうだけど、なんか鬼のようなね、中ボスが待ってるかもしれないからね。ちょっと慎重に行きたいけどね。もう脇道を全然見てないのよね。脇道には何がある。こっちは、お、あ、これいけない。あ、宝
宝がある。あれ、いい宝なのかな？あれ欲しいですね。あれ、満金路じゃない？目指せ満金路。黄色い。さあ来い、黄色、来ちゃっていいんだよ。粒手履きってなんだろうね。おぉ。粒手履き、術かな？ここ真ん中をまっすぐ進んで、ここを脇道にそれると、ある、あれ？あれ？何もないね。行き止まりかい。こっちか。上行って、この、ここで戻ると、さっきの宝、おお、これだよ。絶対いいもの。嘘嘘しょぼいな、宝箱。際の飛躍だとは思わなかった。つゆにも思わなかった。あ、残り炎もう全然ないね。おぉ、なんだこいつ、なんだこいつは。黄色いが、黄色いが。六六首？頭回し。そんなに、そんなに悪くないかな普通かな。どうぞご自由にっていう感じだな。頭回し攻撃するか。うれうれ、強いなぁ、ヤバキチ様。今日もしぶいてらっしゃるなぁ。じゃ、上行くと、おぉ、いっぱいいるなぁ、萌え髪が。進んでみる。萌え髪、なんだこの部屋は。萌え髪部屋。あぁ、黄色。黄色来いー。おぉ。終わっちゃった、終わっちゃった。もうワンバトル行きたかったなぁ。あ、でも、熱狂の赤い日、すげえ序盤に来た割には、指南書ゲットしてるからね、今回ね。それだけで十分大成功と言えるであろう。ただちょっと、萌え髪エリアの先に何大将がいるのかが知りたかったけどなぁ。まあ、よしとしましょう。これで、帰還します。今日へ帰還！帰っておいで。ただいまー。なかなか良かったよ、チンコンボ。戦利品を仕分けしましたところ、新しい職業の指南書が一冊。筒の指南は、大筒師になるための教科書です。ぜひ、大筒師の職を増やして、戦術の厚みもバーンと増やしましょう。そうだね。どうしようかね。来たかね、来たかね、君。さやかちゃんも、母さんだね、これでね。少し気象の激しいところが見受けられます。ほう。どちらになんですか？母親にだろうな、ここは。あ、でも、かわいい。いい名前と、この子に合った職業を、バーンと、考えてあげてください。かわいい、美しいね。あれだな、髪型も相まってかもしんないけど、青髪で、で、瞳が青色だと、カオル子様を、彷彿とさせるね。おー、脇下ブルー、最近少なかったからね。昔はさ、脇下家と言ったら青髪っていうレベルの青髪率だったけど、最近ね、色とりどりになってきたから、青髪来てくれるとやっぱね、ちょっと嬉しいな。ちょっと、なぎなた氏にしたくなってきたぞ。まあ、職業は後で悩むか。じゃあ、ステータス見てみます？ステータス見てみましょうか。せーの。ほいよ。あ、強い、強いね。あー、はい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 。あの、フィジカル面の強さが、きちんと、さやかちゃんから受け継がれてるのが非常に素晴らしいね。あと、あれだな、よろせや元気様の、えらい高かった技の水は来なかったね。来なかったけど、まあ、中ぐらいのが来てるから、いいな。心の火が弱いか。あと、技の風？技の風大事だけどね、結構ね。いや、でもこれは強えな。さすが、さやかちゃんの子供だ。じゃあ、名前どうしようか。せっかくのね、脇下ブルーなので、みずみずしいね。みずみずしい名前にしましょうか。津波と名付けようと思う。脇下津波様。
鬼とかね、呪いとかさ、そういう嫌なものを押し流してくれるような強い子に育ってほしいなという思いを込めての名前なんですけど、気性も激しいらしいし、ぴったりかなと思いますが、ちょっとこの字面だけだと災害チックすぎるんで、ちょっと字は変えてね、少しソフトにしてあげたいね。漢字だったら、こうかな。硬いかな。名前のね、候補の読みは頭の中にあるんだけど、どう表記するかはね、結構その子の顔とかを見ながら決めてるんですよ、いつも。泉ちゃんとかもそうだったけど。ひらがなもありかな。この子は硬い方がいいか、漢字、さっきの漢字にしよっか。そうしよう、そうしよう。これでいきます。脇下津波様。強く、美しくあれ。さて、さて、職業だ。大筒氏にもなれるようになったからな。ちょっと、調校させてくれ。完全にね、この大筒氏が加わったことでね、頭の中が真っ白になってしまったんだけど。今なれる職業が7つあります。で、脇下家は五竜ですと。もう弓と剣士は埋まってるので、それ以外からなんだけど、剣法かな。親御さんには悪いですけど、ちょっとね、属性武器来てないんで、剣法家を引き継ぐは、津波様の場合はないかな。決めたよ。スパッと行きましょう、ここは。津波様は、なぎなた氏にしようと思います。まあ、信じがたいことにですね、もうランカちゃんも青年期過ぎているので、なぎなた氏世代交代のタイミングとしては、おかしくないし、津波様はね、見た目がすごい、カオル子様に似てるのよね。彷彿とさせるんですよ。で、見た目的になぎなた氏はバッチリ合うんで、技も水が一番高いので、中津のなぎなたをね、使うに申し分ないと思いますし、あとは、これはね、俺の完全な妄想だけど、さやがちゃんはね、先代当主のハゼルちゃんに憧れてきっと当主になりたいと言っていたと思うのですよ。そのさやがちゃんの娘が、ここでなぎなた氏になるというのは、熱い。熱いぞ。津波様、なぎなた氏で行く。行ったぞ。ちょっとね、やり使いと天秤ではあったんだけど、いいと思う、なぎなたで。ヤバキシ様、半年前に相場を張った豆の生産書が届きました。ご報告申し上げます。ほう、半年前に張ってたんだね、俺豆。豆来たの最近な気がするけど、もう半年経ったのか。5月の豆相場100、99枚の買いで手数料込み1890両。さて、今月の豆相場は、ずーっと低調なんだよな、豆は。上がれ！うわ、上がった！すげえ！え？え？あれ？豆じゃないんだっけ？ずっと低調だったのって。299枚で8910両の大儲け！笑いが止まりません。万歳！万歳！万歳！えっす。あ、そう！すごいね。全く損してないな、最近。さて、続きまして、相場変動の報告。豆は天井支配。あ、やっぱここで上がったんだな。売る直前に上がったんだ。天井知らずの113両高。現在200両までバーンと大暴騰。すげえ。すげえぜ、ヤバ吉。いや、金吉。麦は、麦下がった。麦は売り先行の50両安。現在175両。まだ儲けられる範囲だよね、でもね。下がったか。お！紙！6両だか。買い気配の6両だか。現在93年。100両まで行けよって思うんだけどな。なぜ波数で上がる？以上です。そっか。いやー、儲けるねー。相場で。引き続き今月新たな術を習得された方を発表いたします。津波様、一人だけかえ。以上の方が延べ14種。一人で14種か。なかなか。防具屋さん秋の大売り出し。
雑貨屋さん来てほしいな。雑貨屋さんは？ああ、そうですか。それと、大洲市に関する説明を書き足しておきました。お暇な折にご一読くださいね。そうね。大洲市か。11月。あれ？ 11 月になったけど、大山開かないの？大山って、どうなってんのかね？とりあえず今月の予定はランカちゃんの更新ですが、さやかちゃんの健康度見るかい？見ますか。さやかちゃん、健康100でございました。中性は安定の97ですけど。これは、さやかちゃんもしかしてご長寿ランキング1位いくかな？いくかもしれないね。少なくとも1歳10ヶ月は確定だよな。ああ、よかった。安心したよ。ランカちゃんもね、もう1歳5ヶ月なんで、今月ランカちゃん更新して、ヤバキチももう青年期が終わるんだよね。早いな。津波様の訓練は、まあ、お母さんですよね。奥義は伝授できないけど。さやかちゃん、すごいよね。みんなの師匠みたいになってるよね。ものすごい数の訓練をつけてあげている気がする。さやかちゃん、よろしく頼むよ。来月はランカちゃんに教育してもらおうか。いやー、安定して強いなぁ。泉ちゃんとか結構デッコボコだけどね。津波様すごいね。一番、今までで一番安定して強いんじゃないかな。ナメコも強えな。さやかっちと比べると、体の水はさやかちゃんの方がバリバリ高いんだね。火と風はお母さんを受け継いだ？こんな感じする？心の火が弱いけどね。ニュージェネレーションも強いね。なんかあれだね、みんなすごいまっすぐこちらを見つめてくるね。前の世代にみんな車に構えてんのにな。子供たちは素直だな。津波様背高いね。泉ちゃんちょっと低いんだね。泉ちゃんには勝ったな、ナメゴ。よかったな。でもナメゴより高いよね、津波様。すごい、モデル体型なんだろうな。ヤバキチ様より高いもんね。まあ、ヤバキチ様はこれは多分あれだけどね。ちょっと縮尺が違うんだろうけどね。彼は、大物だからな。利根川と、アマゾン川をね、比べてるようなものですからね。言うなれば。防具屋さん。1割引きか。何割引きになるかも結構あれなんだよね。ランダムなんだよね。1割引きじゃちょっとなぁ。南京度ないなぁ。もう1ランクですかね。なんとしてももう1ランク上げよう。商業。そのためには金を稼がないとな。どれ買おっかね、今月は。まあ、紙かな。ああ、塩がいい値段だな。塩がいい値段になってるね。紙を、じゃあ、99枚押さえますか。大丈夫でしょ。今安いけど。どうせ儲かるでしょ。もうなんかあれだね。脇下家が、裏で脅してるんじゃないかと。相場は脅してるんじゃないかと、疑うレベルで、儲けが出ているからな。うむ。じゃあ、ランカちゃん、更新行きますか。ランカちゃんは、子供、何にしようか。本当に今白紙なんだよな。まあ、顔で選ぼう。顔で選ぶから、この素質を伸ばしたいとかそういうのもないんだよな。槍使いだったら技の水が欲しいけどね。槍使い復活は濃厚だな。あ、栗受けだしね。なぎなた氏は、津波ちゃんがなったから、なぎなた氏はないからね。奉納店22,000か。22,000あるけど、2ヶ月後にもう、ヤバキチ様の更新が控えているので、あまり使いすぎは良くない。12,000台かな。
カシャマルさんとかどう？カシャマルさん合うね、ランカちゃんにね。技の水は低いのがあれですな。お猿さん、お猿さんな、強いんだけど、猿すぎるんだよな。猿すぎんだよな。もちろんあの大事、ああ技の水高いのあるね、不景に。持ちすぎんだよな。おかまなんだよな。牛なんだよな。人を連れてきてくれ、俺の前に。原発さんはいいよね。君いいよね。まともな人間でね。原発さんは候補だけどね。ランカちゃんって裏に持ってる技の水って高いのかな。フェキちゃんだしな。高いような気はするが。技の水はちょっとね、気になるけど、もう、狙ってくるものでもないですから。泉ちゃんの時はね、バカ勝ちだったけどね。もう、インスピレーションで俺はカシャマル様にしようかなと思う。他にいねえ。うん。カシャマル様、よろしくお願いします。うちのランカを。あ、いいじゃないですか。ほら、めっちゃいいもん、この二人。強そうだな、この夫婦。いいと思います。これでいきます。はい。俺かよ。しょうがねえな。なんか、どっかで聞いたことがあるかのようなセリフでしたけど。おー、すげえな、この火。この火と、あと体だよね。技はね、ランカちゃん強いとこ持ってるから、うまく混ざり合ってくれると、いいんだけどな。あ、また女の子だ。また女の子だね。おお、これはどうだ。技の水はもう期待できないなっていうのが見えちゃったかもしれないけど、あ、そうですか、女の子ですか。そっか。昨日の夜初雪が降りました。うん、初雪とな。もう冬か。まるで今日から全てが始まるみたいに、何もかも全部真っ白で。詩人だね、飯塚先生ね。あ、そうですか。次の世代、女の子、三連ちゃんだね。三姉妹編が始まるか。まあね、ハゼルちゃんの時も、女子1、男子4とかだったから、偏るよね、結構ね、性別ね。さやか様が行った津波様の訓練の成果、ご報告いたします。どうかな。頑張れ、さやか師匠。おお、すげえ、やばいね、これ。さすが。さすがのさやかでございます。37上がっとるよ、体の水。30代多すぎじゃない？いやー、すごいね、さやかちゃんね。やっぱ教える才能あるんだろうな。津波様の素質もきっと優れているんだろうけど。ヤバキチ様、半年前に相場を張った麦の生産書が届きました。報告申し上げます。6月の麦相場100。99枚の買いで手数料込み18,900両。さて今月の麦相場は、先月175ぐらいだったっけ。現状維持でも一応儲けは出るけど、願わくば上がれ。うわ、ええ、400、あれ先月175だったよね。バンザイ、バンザイ、バンザイ、すげえよ。28,710両だって、儲け。え？続きまして相場変動の報告。豆は、お、豆も上がっとる。買い気合いの25両高。現在225両。紙は、あ、ここは麦は聞けないのか。麦125上がった？紙は紙も買い気配。32両高、現在125両。やばいね。びっくりしちゃった、ちょっと。400？ 以上です。引き続き今月新たな術を習得された方。津波様。いくつ？おー。それでも5種か。延べ5種の術を習得されました。後でご確認くださいね。ありがとう。さて、今月は何をいたし
さて、12月か。今月は、どっか攻めて、てか大山を攻めるつもりだったんだけど、そういえば言ってたね。大山どうなってるか見ようって思ってたんだけど、忘れちゃった。今月は出陣して、来月、ヤバキシ様更新でいこうかなと思っていますけどね。サヤガちゃんの健康度か。サヤガちゃん、今月100だったら、ナメヨちゃんに並ぶの確定なんだよね。長寿ランキング1位タイ確定なんだけど。下がっていたとしても、2位3位には並ぶけどね。ちょっと怖いが、見てみますか。見まーす。愕然としてしまった。サヤガちゃん下がったよ、健康度。これは辛い。いろいろ言いたいことはあるが、辛いの一言しか出てこない。そっか。サヤガちゃん、今月最後の出陣と行くかい。来月はね、更新予定なので、今月どっか行くか。大江山、行けんのかね？突撃。ああ！大江山、帝の命により永久封鎖。やっぱそうなんだ。もう行けないんだ、大江山。そっか。戦ってない敵とかいたのかな？砂取り大将とか、強くなってんだろうな、相当。出てくるかね、どっかのダンジョンで。みんな合ってる。ああ、四天同士。みんな一応合ってはいるんだな。そうか。もう生ハゲとも会えないのかな。生ハゲ対ヤバキチ様はすごかったな。すごかったけどね。あれからもう1年経つんだもんね。となると、今月行く候補としては、大山クリア後に一度も足を運んでいない二つのダンジョン。九十郎か、グレンの祠ですけど、まあグレンの祠でいいかな。新ダンジョン先に見たいよね。今月グレンの祠行って、1月ヤバキチ様更新で、2月九十郎とかにするか。ちょっとね、遅れた年始の挨拶を、無言爆笑おじさんにしに行きますか。出撃メンバーはどうしようかな。ヤバキチ様、さやかちゃん、ランカちゃん、ナメゴ。で行きたい気持ちがあるな。本当に好きなんだ俺この4人組が。けどね、泉ちゃんがもう0歳6ヶ月なので純正も下がっているし、出してあげたいな。泉ちゃん出陣したい。やっぱあれだね、その子にとっての4個上の子、まあ泉ちゃんにとってはさやかちゃんだけど、その4個上の子が女の子で、かつ長生きだとね、出陣が大幅に遅れてしまうんだよね。ナメジンの時もさ、出遅れたじゃないです。V 人が。あれね、ナメヨちゃんのせいなんです。せいっていうか、ナメヨちゃんがね、すげえ長生きだったからね。出陣が遅れてしまったんだけど、泉ちゃんも素質いいからね、バリバリ戦ってもらいたいんだけどね。誰が留守番になるかなぁ。ちょっとさやかちゃんの最後の出陣でヤバキチ様が出ないっていうのはないよね。弟子としてバディとして投手として出ねばなるまい。となると、まあランカちゃんとナメゴだけど、ナメゴも成長盛りだからね。順当、何も考えなければランカちゃんなんだけどね。セーランコンビとして出たい気持ちもあるけど、ランカちゃんが津波様の訓練をつけてあげようか。同じなぎなたちとして。そうしようか。苦渋。本当に苦渋の決断、これ。でもそうするわ。いやー、ランカちゃんも出たいな。5人で出撃できればな。迷わず5人出んだけどな。今月は、
ランガちゃんが津波様の面倒を見てあげてください。はい、ということで出撃隊を発表する。ヤバ吉、さやかちゃん、担保役屋行こうか。ナメゴ、泉ちゃん、このメンツで行きましょう。はい、漢方薬は東方陰陽根かな。これで確実に100にはなるもんね。東方陰陽根行きますか。なんでこんな名前なんだろうな。さやかちゃん2本目か、よく考えたら。1回使ったよな、2本目の陰陽根。お食事後に必ず1日3回。はい、きっと全開されますね。よし、